ビアニメ、新幹線変形ロボ、シンカリオン、劇場版、新幹線変形ロボ、シンカリオン、未来から来た新速の ALFA-X に続いてコラボ会に登場するシンジ。本作では、新幹線500タイプ EVA が変形した、シンカリオン Z500 タイプ EVA の運転手として描かれる。尾形は、エヴァンゲリオン、本編が一区切りついた中で、こうしてお声掛けいただいて、他の作品とコラボレーションさせていただくというのは、本当にすごいことだし、ありがたいですとコメントを寄せた。またプラレール、新幹線変形ロボ、シンカリオン Z500、ニュースカイ、タイプ EVA が、12月4日に発売されることも発表に。3両からなる、新幹線、500タイプ EVA が、シンカリオン Z500 タイプ EVA にモードチェンジし、付属の、ザイライナー、ニュースカイ、タイプ EVA と Z 合体することで、シンカリオン Z500、ニュースカイ、タイプ EVA に変形する。価格は税込み9,350円。エヴァンゲリオン、本編が一区切りついた中で、こうしてお声掛けいただいて、他の作品とコラボレーションさせていただくというのは、本当にすごいことだし、ありがたいです。R、エヴァンゲリオン、ファンの皆さんには、また新しいエヴァの形として、今回は Z 合体もして、パワーアップもするそうですので、そこも楽しんでもらえればと思います。R、シンカリオン、ファンには、ちょっと変わったお兄さんと変わったシンカリオン Z の活躍を楽しんでいただけると嬉しいです。